失礼しました。ウィナーズラウンド4ですね。大変失礼いたしました。はい、ウィナーズラウンド4です。失礼いたしました。ウィナーズラウンド4なんですか。まだこの両者の選手が当たるのがまだラウンド4なんですね。まだまだ険しい道。まずは操作練習から入ります。まあそうですね、このファイターに関しては操作練習必要でしょう。かなり、あ、失礼しました。操作練習なしですね。始まってまいります。第12回マエスマトップウィナーズラウンド4、ここで来ました。26ライジングミュートエース選手対モーズクラントリグル選手。面白いカード。フォローバスティオンでバンジョー&カズイ対ピーチ出回ります。まずはアイテムの駆使の仕方も注目ですが、カブを仕掛けて火力が伸びそうなところでしたが、お互いの飛び道具対空意識、卵バキュンおけつ卵とトリグル選手も仕掛けますが、カブを抜いて、カブを抜いた隙に横強を仕掛けていきます。さあどちらも油断なりませんが、アイテムキャッチからカブで火力を伸ばして98、空中後ろ卵バキュンを飛び越えて、ただ撃墜まではバンジョー&カズイ最初の重いファイターではあります。少なくとも上撃墜はまだまだ遠いでしょうか。ラインを押し上げてどこまで寿司に来るかというところですが、ワンダーウィングがあるのでそれも難しくなりますかね。卵を置いて空中攻防、なんとここで対空置き技上強を置いて浮きたいところに対して仕掛けていって撃墜通していったのはトリグリ選手側です。先手を取ります。爆弾爆発から火力が伸びそうなところでしたが、掴みを通して上投げを選択。この体重であれば、そうですね、 155% であれば空中上攻撃でも撃墜が期待できるでしょうか。さあ卵から火力を伸ばしたいところでしたが、台に着地したところに空中攻撃仕掛けているのはミュートエース側。あえて着地してからの反転下火置いていきますが、カブキャッチからアイテムどう使う、空中後ろかさだりですが浮いたところに空中攻撃、これはたまらず撃墜です。 52% お互い手堅いですね。一瞬で決まってもおかしくないですが、じっくりじっくりこの試合長く見ていきたいところです。卵が跳ねますが掴みを通す。そうですね、距離を置いたところに卵ももちろんあるんですが、飛び越えてくるところに対して反転の下必殺卵も癖物かもしれません。そして浮いたところにこのワンダーウィングもリスクがついてきます。ただ全て拒否して火力こぎつけてきたミュートエース。比較展開、カブを強気に投げて火力を伸ばしてまたしてもカブ、卵置いていきますが、台上空中後ろ持続の長い技植木を置いていきます。1ストック目はトリグリ選手の植木で撃墜まで通していきました。次の決め手はどこになるか、強気な植木をまた置いていきます。弱気まずいところを2段で止めてから掴み後ろ投げ仕掛けてきますが、どうする、空中後ろこれはパラソル使って返ってくるが、後ろを向いたバンジョー&カズイプレッシャーがかかる。カズイがつつく、掴んでどうする、上スマッシュ撃墜、下投げの意味合い制してストックを追い詰めてきたのはトリグリ選手。モーゼクランここにありと体現できるか。しかし威嚇のプレッシャー、ワンダーウィングを切ります。ワンダーウィングを切ります。さあピーチは足の速いファイターではないので、追いついてリスクをつけるのは難しいかもしれませんが、ここでディレイをかけるピーチボンバー炸裂、完全五分の状態でスリーストック、最終ストックになります。卵を当てて、卵を当たって空中後ろ、いい火力が出た。またしてもなんとここでワンダーウィング撃墜、復帰ルートにおけつ卵から撃墜までこぎつけていったトリグリ選手のバンジョー&カズイの手札の多さ。
ここで1本目から見せてくれます。さあこれを見て復帰ルートも繊細なコントロールを強いられるようになりました。ミュートエース、日本ドバンジョ&カズイのトリグリ選手を前にして2本目どう返していくか注目してまいります。ファイターは当然変わらず2本目です。さてステージ挑戦状といったところでしたが、開幕から土星さんが出てきましたが、そのままログアウト、株を改めて引き直して、あくまで使いたいのは株です。台の意味合い、受け身を取った後に対して上京を置いています。まあ、上京の判定自体は非常に強力ではあるんですが、当てるのはかなりテクニカル、テクニックが必要になってくるんですが、トリグリ選手は完全にものにしていますね。火力を伸ばして、しかし投げから火力を伸ばすミュートエース、空中後ろ揺さぶりますが、対空の空中後ろが刺さると復帰になりますが、先ほどの撃墜もまだ記憶に新しい。できれば複数展開にはならずにニュートラル状態で押し切りたいところですが、空中前仕掛けます。カボを投げて爆弾を使いながら回避上がり通して、ただ再び崖、空中後ろプレッシャーをかけます。あえて技を打たない、そしてあえて動かず決めるところで空中前捉えていったのはミュートです。さて卵を当てて気まずい展開、台上に上京とプレッシャーをかけていきますが、近くまで来る、今度は根元 DA 投げてウィスターズを使ってコード、ここでプレッシャーをかけていきます。着状対後ろ投げ、さすがに撃墜にはなりませんが回避を切らした。ここで切ってきたビーチボンバー、横2つを使いますが空中後ろ撃墜、さあ再び 0% 同士、本当にストックの並びに関しては完全にコブですね。下スマッシュを置いている、面白いトリグリ選手の手札光ってきますね。さあ大雨ダウン展開を作って再び上京で火力を叩き出していきますが、株を携えたピーチ、ミートエースもどう仕掛けるか、大雨で株を抜いて対空の空中攻撃を置いています。対空意識がミュートエースを苦しめるが、さあ卵をキャッチ落としからの揺さぶりです。空中後ろ、やはりこの空中攻撃の技の振り方、トリグリ選手がゲームを作っていく、そして透かしの掴みからあえての読み合いで横スマッシュを使っていきました。撃墜、そしてワンダーウィング、大きな一撃、試合を決めきるような一撃ですが、抗えるかどうか、ジョン展開、空中前を置いて横球ジャストシールド、空中後ろやはり苦しい、空中上空中上、太陽回避を見ているが掴みお互いかわしながら仕掛けていきます。さあ大きなビハインドを背負っていたはずなんですが、今の撃墜シーンまで追いつければというところでした。空中下指導からでもでかい、苦しいぞ、回避切りますが空中攻撃、この透かしの掴みどうするのか、空中前をかわしている、ここで対空の上強で撃墜、取り切ったのはモードクラントリグリ選手、強豪ミュート選手に2ストック連取、日本のバンジョー&カズーイの使い手として君臨するのはこの男です。どっちが勝ってもおかしくないような研ぎ澄まされた両者ではあったんですが、今回軍配上がったのはトリグリ選手でした。いやもっと見たいですけどね。あこの辺りはね BO3 の悪魔、しょうがないところもあります。 BO5 はトップ32からになりますのでね、